お、本じゃないか。いやちょうどこういうのが欲しかったんだよ。ありがとう、アイラ。マジで？人は見かけによらない。近いうちに部屋を片付けてこれを飾らなくっちゃね。へ、すっごく楽しみだ。だってね、飾るんじゃなくて読んでね。お気づかんのかと思った。皆さんこんにちは。ただいまのアイラドン時刻は2020年4月27日月曜日の午後4時40分です。では本日のお知らせです。ついに本日、博物館に新しく美術品の展示室ができました。お、できた。絵画や彫刻を展示できるとっても立派な展示室なんですよ。館長のふうたさんによると、展示できるようになる美術品の寄贈も24時間いつでも大歓迎とのことです。ただ、偽物の美術品も出回っているようなので気をつけてくださいね。やっぱり今回も偽物はあるんか。ちなみに今回も記念のセレモニーが開催されますよ。時間と興味がある方は案内所でたぬきちさんにご依頼くださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。お、あ、バラが咲いとる。今気づいた。もしもし、こちらたぬき商店のつぶきちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金19,089ベルをお口座に振り込ませていただきました。ご利用ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。なんかあれやね、バラめっちゃ上向きな感じやね。なんか飛び盛りの時とかと結構変わっとる。立体的や。超立体的な感じや。あいつ、それじゃあ、違う。ちょっと、こ、なんだ、むっちゃ走り回りなんやけど、二人で。何やってるの？はーい、元気？あは。お話ししよう。今日はこれから何して過ごそうかな。あは、今は暇つぶし。よう、元気いっぱいだなってごわす。いや、そっちには負けるよ。おしゃべりしよう。そういや、家を出るときに紐と開けしたっけなってごわす。え、大丈夫？そういえばさ、昨日私、動画外で桜島にね、これじゃないわ。え、どこ行った？あ、これもらったんよ。エレガントな帽子。可愛くない？可愛くない？なんか。でもちょっと待って、殺人鬼みたいになった。イエーイ。帽子めっちゃでかいな。超絶でかいな。で、これには、スカートの方が合うよね。よし。だからなんで斧を持つんだ。ん？あ、そうさ、私時計ね、こっちに移動したんよね。なんかこの辺に置いとったんやけど、なんかこういう、噴水の周りというか、花の周りというか、に置いとる感じの方が綺麗かなーと思って。なんか外観、ちょ、綺麗になったんかな？ね、なんか変わったよね、多分。あんまり覚えてないけど。ん？なんか変わったかな？んぐご。は。すみません。ほほ、これはこれはアイラさん。ついに本日、美術品展示室が完成しました。それもこれも、アイラさんの寄贈のご協力あってのこと。改めてお礼を言わせていただきます。美術品展示室への入り口は、階段を上がったところにありますので、ご自由に見学なさってください。あ、やっぱり私が言おうたとこかな。あ、これ？おー、ほら、できてるよ、新しく。雪だね。こんな感じ。あ、すごい。へぇー。この辺とか、絵が飾られたりするってことかな。あ、やっぱすごいな。え、ちょっと待って。あっち側は？まあ、帰ってきてからにしようか。あ、これ？これやね。寄贈したやつ。落ち着いた名画。2020年4月25日、アイナ様寄贈。え、日付とかも書かれるんや。牛乳を継ぐ女、ヨハネス・フェルメール作、1658年頃、油彩、キャンバス。あ、なに？あの、ちゃんとした情報がわかるってこと、ここで。すごい。牛乳を継ぐ女、どんなタイトル？聞いたことないんやけど。計算された構図や巧みな光の表現力から、光の画家とも呼ばれたフェルメールの25歳頃の作品。意外と小さい。え、すごい。ちゃんと解説まで見える。へぇー。あれやね、美術品の歴史の勉強にもなるってことやね。素晴らしいやん。だって落ち着いた名画としかね、寄贈するときには分かってないのに、牛乳を継ぐ女って分かっとるやん。すげえ。あ、こういう感じか。なるほど、一周ぐるっと回ってこれた。
でもさ、ここが、窓でね、すぐ向こうなんか、葉っぱが落ちていく様子がわかるのに、この先があるっていうのはどういう感じなんやろ。どういう感じなんや。ここなんか細長く廊下があって、向こう側に建物があるんかな。ちょっと謎やね、構造が。釣りしてるの、ライオネル。釣りはね、こうやって待っていればそのうち。全く釣れる気がしないな。恋愛と同じで待っているだけじゃダメなのかもしれないね、まさしく。釣れる気しねえのかよ。で、なんか向こうにマミーさんがおるのが、あ、ルイシー。あら、ご機嫌いかがですか？よ。何か聞かせて。アイナさんは今日はどんな風にお過ごしですか？私は、秘密ですよ。何もしてないように見えるけどね、私には。あれ、マミーさんどこ行った？あ、おったおった。なんか、ジョウロ持っとる。何？水やり？何の？木？あら、ごきげんよう、ダフン。お話ししよう。このくらいの時間ってお腹が空いちゃうんですよね。でも夕ご飯まで我慢です、ダフン。私は小腹が空いたらもう、バックバック、お菓子を食べますけどね。お菓子を食べまくりますけどね。ね、岩さ、ここに二つもあったっけ？絶対なかったと思うんやけど、岩って増えるの？岩って増えるんすか？なんか、謎なんだけど。はい、センベル。じゃあ、これは、しまっておく。あ、でね、なんか新しい家具も、風船からいろいろ出したんやけど、これゲームセンターの椅子。こういう感じらしい。確かになんか、なんていうん、アーケードゲームとかの、アーケードゲーム？うん。とかのところ、こんな感じの椅子よね。で、あと、これも、風船から、本。まあ、文字がびっしりのね。こうやって外で見せれるのいいな。あ、で、これビーチタオル出そうと思って。これ可愛くない？これどの辺に置こっかな？やっぱ左側かな？この辺？でもなんかごちゃごちゃしすぎて。しすぎて。こんなところで、なんかめっちゃぎゅうぎゅうよね。まあ一応、どういう方向で置こう。ちょっと待って。は。まあこの辺とかでいっか。この辺で、は。こういう感じ？あ、まあいい。これ近くで子供が遊び寄る。で、親はここで寝てる、みたいな。可愛くない？ビーチタオル。これ超好きなんやけど。多分これもさ、色とか違うんやろうね。模様も違ったりするんかな？人のところによって。あとは別に、うん、ないね。以上。あ、アンチョビ家の中おるやん。アンチョビの家の中初めて入った、かわいい。ね、外はめっちゃ色々なんか充実しとるけど。え、かわいいかわいい。この辺私が作ってあげたやつやね。リンゴの椅子とテレビ。やあ、いらっしゃい。遊びに来てくれたんだね、弟子。あ、その、何？フルーツのジューサー？あれやん。私が、誰やったっけ？桜島からレシピもらったやつやん。世間話でも。今ってアースデー週間なんだよね。僕もお友達にお花を送ったり、お花を使って DIY したりしてるんだ。今だけの特別のマイルキャンペーンもやってるみたいだから、アプリもチェックしなくっちゃ、弟子。かわいいな、なんか。なんかね、あつ森になってから、この、住人たちの部屋がめちゃくちゃかわいいんだよね。めちゃくちゃか、まあなんか、誰っけ、くるぶしの時みたいにすっかすかな家の子もおるけど、みんなこれ自分とこで作りよんかな。え、待って、作業台ないやん。作業台ないやん。アンチョビは作らないの？フルーツウォーターサーバーってね、イメージトレーニングにぴったりなんだよ。どういう風に？だってこうやって眺めてるだけでいろんなお料理が想像できるし、食べた気にだって慣れちゃうんだから。ぐー。まあお腹が膨れた気には慣れないけどね、弟子。こういうなんか反応が返ってくる家具があるのが面白いね。他になんかない？ちょ、押しのけないで。押しのけないで。特に他はないかな。火がついた。二回目はないんやね。
うんうん。おお、びっくり。びっくり。あれ、テレビ、あ、つけれんのかと思った。アニメかな？いや、僕に何かご用でし。アイナくん、昨日は随分長い間島の暮らしを楽しんでみたいって噂になってるよ。まあ私、だいたい朝の5時ぐらい。動画外でいじるときはそんな感じやけんね。一体何してたの？時間を忘れちゃうくらい楽しいことなら、僕にも教えてほしいな、でし。そんな時間まで起きてないでしょ、アンチョビ。いや、いいね。なんか外と合っとるよね。アンチョビの家は。あ、飾ってくれとる、ちゃんと。見てこれ。私があげたエンブレムやろ、これ。おー、素晴らしいやん。なんかこういう、ね、エクステリアまで変えてくれるのめっちゃ嬉しくない？あ、これハンナちゃん多分おる。カーテン開いとるけん。ほら、そこで判断できる。やっぱなんや、なんかこの、ハンナちゃんの家がね、こういうカラフルな感じなのがめちゃくちゃしっくり来ないんだけど。私だけですか？よく来てくれたね、だってね。もっとパンクな感じじゃないの。あんたが着てるそれって、確かツルトンの襟付きシャツだっけ。シンプルだけど清潔感があっていいね。ま、それもあんたの着こなしがイケてるからなんだろうけどさ。その爽やかさ、うちには出さないよ、だってね。なんかあげれそうなものあるかな。ゲームセンターの椅子。なんか椅子ないし。でもここの感じには合わんかな。うん。あげてみようかな。言い忘れたことでもあんのかい？だってね。これもらって。しょうがないね。受け取ってやらないこともないよ。ツンデレか。あ、間違えた。本にした。まあ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 。お？本じゃないか。いやー、ちょうどこういうのが欲しかったんだよ。ありがとう、アイナ。マジで？人は見かけによらない。近いうちに部屋を片付けて、これを飾らなくっちゃね。へ、すっごく楽しみだ。だってね。飾るんじゃなくて読んでね。読んでね、ちゃんと。近いうちに片付けたりするんかな。この家はうちのシン丸だしさ。好きなものには囲まれたいたちなんだ。誰になんて言われてもね、だってね。まあ、それはね、わかるけど。中身はどんな感じかな。ちょっとだけ覗いてみよう。みんな何も入ってないやん。ね、飛び回りの時には夢が詰まったりとかいろいろしとったはずやのに。あれかな？一番最初に触った家具に対して反応があるってことかな？家に入ってきてから。なんかそんな感じがすることない？あ、ちょっと、セレモニーを。今日は、破れたズボン。破れちゃったのか。へい、たぬきち。アイナさん、どうもどうも。こちらは建築相談カウンターだもん。どういったご用件だの？セレモニーに参加したい。お、アイナさん、セレモニーへの参加をご希望なんだもん。今なら博物館リニューアルをお祝いするセレモニーを行えるけど、どうだの？参加してくれるかな？します。はいはい。じゃあ、早速始めるから会場にご案内します。は、噴水がない。それでは、ただいまより博物館のリニューアルオープンを記念したセレモニーを取り行います。なんで、花だけ残して噴水が見えなくなるからってこと？ありがったなも。このアイナ島はご覧の通り、目を見張るほどの進化を遂げているだなも。それもこれもいつも協力してくれるアイナ島の皆さんのおかげだから、とっても感謝してるんだも。リニューアルした博物館を代表して、フータさんに挨拶してもらうだなも。では、フータさん、一言お願いするだなも。アイナ島の皆様、いつも博物館の運営にご協力いただき、誠にありがとうございます。おかげさまで展示数もかなり増えており、この調子で盛り上げていきたい所存です。そしてこの度、念願の美術品展示室を増設することができました。アイナ島の文化的発展に貢献するためにも、より一層運営に力を入れてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。おー、なんかちゃんとした言葉。その後に私が一言を言わされるの。フータさん、どうもありがとうだなも。次に、博物館リニューアルに多大な貢献をしてくれたアイナさんに、島民を代表して一言いただきたいだも。一言すぎん、いつも思うけど。それではアイナさん、一言お願いするだなも。やったね。
本当にその通りだなもん。アイナさん、どうもありがとうだもん。では皆さん、最後にあれの準備をお願いするだろも。あと記念写真を撮りたい人はシャッターチャンスにボタンを押すのを忘れなく。博物館完成のお祝いと僕らのアイナトンますますの発展を願いましてよー。いいね、ありがとうございました。これにて今回のセレモニーは閉会となります。皆さん気をつけてお帰りください。全員が集まってくれるのもいいよね。やっぱりなんかずっと二人楽しそうやな。はい、たぬき商店へ。あ、アイダホ。いらっしゃいませ、ませ、たぬき商店へようこそ、ようこそ。どうも。ピアノの椅子か。やっぱこういうのって早いもん勝ちだよな、あの心。気になるの？買うか。いや、待てよ。でも、アイダホの家見たことないんかな、今のところ。ね、これって美術品ではない。違うんか。そちらの商品は屏風でございます。まあ、さすがに違うか。高い。マジで14万？やば、いらない。そうでございますか。では、また何かございましたら、お声かけてくださいませ。ませ。あれやん、常吉が売りに来るものより全然高いやんね。やば。あ、この辺の、これかわいい。そちらの商品はエスプレッソマシンでございます。ます。お値段は5600ベリとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいましょう。毎度ありがとうございます。ます。5600ベリ間違いなく頂戴しました。ました。そしてなんか花の種も買っておこうかな。はい。お薬やった。姉もね。あ、ここもなんか日替わりで変わるよる花の種類。オレンジのアネモネの球根。なんか変わったんやけど。変わったんやけどなんか。いいね、いいね。どうしよっかな。DIY レシピは変わってないんやね。この辺は変わらないのね。オレンジのアネモネ。赤。白いアネモネ。アネモネってどんなやったっけ？そこからやけど。オレンジのアネモネをちょっとじゃあ、まとめて買いましょう。もう5個ぐらい買う。とりあえず。はい。これで買っておきます。いや、あとは大丈夫。ありがとうございました。ました。こちらこそありがとう。弱いな。お前も買い物か？見て回るだけでも楽しいよな、あの心。話しに来たよ。どうだ？リニューアルした楽器商店は。オイラはすげえ気に入ったぞ。私も同じく。店も広くなって商品も増えたし。おかげで何を買おうかなかなか決まらないんだ、あの心。まあ大変よね。でもあれは家に合うかどうかわからんけん、とりあえず買わんかったよ、私は。ね、ルーシーの家には学習机合うかなと思って買って渡したけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、バラも綺麗に咲いたし、でもなんか、左側が若干物足りんような気が。いや、でもそんなもんかな。そんなもんか。